はい、前川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日もチロイン系を頑張るあなたに向けて有益な情報を送っていきたいなと思います。今日のテーマはですね、失敗なんかないっていうことをお話していきたいなと思います。失敗なんかない、ないよ失敗なんて。でですね、なぜこの話をしていくのかっていうことなんですけども、結構多くの方がこの失敗っていうのを恐れて動けなくなっている方がとても多いなって感じるんですね。例えばまずやってみないとわからないわけですよ、いいか悪いかなんて。まずやってみる、早くやってみるっていうのがやっぱビジネスにおいてすごい重要なことかなと私は考えてるんですけども、でもこのまずやるっていうことが多くの方ができないんですね。で、なんでできないのかっていうと、これを恐れてるからなんですよ。失敗したらどうしようとか、これやったら失敗すんちゃうかなとか、それがすごい多い。でもね、失敗なんかないんですよ。それはその場でも諦めてしまったらそれ失敗やんけってなりますけども、そうじゃなくて、その出た結果に結果を修正して、なんでこういう結果になったんやろ、本当はこういう結果出したいのにどうしたらこういう結果になるんかな、こうやったらなるかな、じゃあ次やろうっていうことでやっていくんですね。こう繰り返してやっていくことによって失敗じゃないんですね。でもそういうことを繰り返していくことに結果って出てくるんですよ。だから失敗じゃなくても結果ですよね。結果、ある結果が出て、それをまた修正してやって、またある結果が出て、でそれでまたやって、でこれの繰り返しなんですよね。もうこれを繰り返す、これをいかに早く繰り返すか、それだけなんですよ。だからそもそものこの失敗を恐れてると何もできないんですよね。何もできない。だからもうチロイン系でうまくいってる人っていうのは、このサイクルがめちゃめちゃ早い人ですよ。このサイクルがめちゃめちゃ早い人だって、1、2、3、これ3回できてるでしょ。このね、3回っていうこの修正を3日でする人と3ヶ月でする人がいてたとしたらね、これどっちの方が早くいい結果っていうのを手にすると思いますか？もちろん一発目当たったよっしゃーっていうのはありますけども、いやそんなまあよしとして、絶対にこれこっちじゃないですか。3日でこんな系のテストしてる人と3ヶ月かけてしてる人は絶対こっちの方が早くいい結果を手にしますよね、っていうことなんですよ。なので失敗なんかないから、恐れずにやってください。恐れずに、いやお金なくなるやんそんなんしたら、もう資金ショートしそうやねんとかね、いう人いっぱいいてるけども、いやいや何もしてなくて減っていってんやろうと、じゃあ使えよって話なんですよ。失敗なんかないから、なくなったらどうするんですかって話ですね。じゃあ、あなたの思う失敗することによって起こる問題って何なんですかね。一回考えてみてください。そんなに恐れることですか？きっとそこまで恐れることはないと思いますよ。勝手に失敗したらこんなんっていろいろ考えてると思うんですけども、一回書き出してみてください。その失敗って一体何を持ってあなたは失敗と思っているのか。じゃあ、そうなった結果、あなたはどうするんですか？どうするのか、そうなった時の対策も考えといたらいいじゃないですか。はい、そうやってやることによって今まで動けなかった部分動くようになっていきます。で、動かないことに何も始まらないので、ぜひですね、早い段階で、何らかのね行動をとってもらえたらなと思っています。はい、でそんな感じで終わっていきたいなと思います。僕からは以上で終わりますね。じゃあそんな感じで、失敗なんかないですよと、失敗なんか怖がってダメです、大丈夫だから、大丈夫。結果出たら、その結果に対してまた、考えて結果していってください。で、どう変えていいのか分からなかったらですね、もう質問してくれたらいいから、質問してくれたら、お答えします。ぜひですね、下に LINE アットが多分貼ってあると思うので、LINE アットからですね、何かメッセージいただけたらなと思います。じゃあそんな感じで、動画いつも見ていただいてありがとうございます。ではまた会いましょう。さよなら。